どうも、しゅんです。こんにちは。男優歴21年、出演放送9300本、経験で1万人、エブリデイのしみけんです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、引き続きしみけんさんの動画を撮らせていただいてるんですけども、はいはい、今日はしみけんさんはめちゃめちゃなんですよ、その AV 業界でプロフェッショナルで超一流なんですけども、もう毎日どういう生活をしているのかなっていうのをお聞きしたくて。それどっちの生活言った方がいい？例えば駆け出し、はい、中堅期、もう男優として一番輝いてる忙しい時、はい、で今。ああ、じゃあ駆け出しの時からお聞きしてもいいですか？駆け出しは、はい、もう一日現場が多かったんで、はい、もうやっぱり朝8時9時にスタジオ入って終わるの23時ぐらい。それってもう一日中、一日中で用もなく呼ばれるんですよ、はい、出番もないのに朝入りして、はい、でずっと出番待ちして、はい、最後のシーンだけポコってほんのちょっとの役出て帰るみたいな、はい、それでなんかバイト代みたいな感じ。そうじゃあもう一日中現場にっていう、一日中張り付いてた、うん、それはどうしてその最初のボってだけなのに入りからいる？いやもうそれは、今もうパワハラだよね、パワハラなんだけど、はい、そんなことは全くも思わないし、はい、手伝えることだったら手伝うし、ああなるほど、あと現場も見れるし、はい、先輩の動きも見れるし、うん、まあ全部勉強だと思ってましたよね。それが駆け出しの何年ぐらい？駆け出し2年かな。2年ぐらいそういう。じゃあ2年ぐらいそういった生活を一緒だしだ。ただ駆け出しってそんなに仕事もないから、はい、そればっかりではなかったよね。うん、バイトとかしてましたから、ね。あ、そうなんですね。最初の1年ぐらいの感じでしたから。そこから、うん、AV の業界だけで生きていけるようになって、そうで駆け出しから中堅になった時はどういった？これはバタバタしてたな。中堅になった時は、やっぱね、朝9時10時から仕事、はい、でね、中堅になると現場を掛け持ちするようになるんですよ、はい、で9時10時でしょ、はい、でそこからお昼過ぎに終わって、はい、でまた次の現場行って合間にジム行くみたいな、そういう感じ。あ、じゃあもうほぼ変わらないというか、スケジュール感としてはもっと忙しくなったっていう感じですね。そうそう、移動が多くなってやることも増えたっていう、うん、で移動もバイクとかでされるんですよね。バイクバイク、それはその時間が押したりして迷惑をかけないようにっていう。ね、まず1個は AV を撮影するスタジオっていうのは、うん、都内のね、ちょっと外れたところにあるのが多いんですよ。そうなんですね。じゃないと場所が確保できないから、スタジオって広くないといろんなシチュエーション撮れないから、はい、でも都心だとその広さ取れないから、やっぱりちょっと外れた郊外にあるんで、でスタジオとスタジオはもう本当に電車が相当アクセス不便なところだから、はい、バイクでこうチュ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 移動する。そうなんです、ね、っていうのが一個と、はい、僕はもう10代から路線図に縛られる生活が嫌いだった。電車の路線図、うん、交通手段が電車しかなかったら、はい、電車のこの路線図で移動するしかないんだよ、はい、だけどバイクがあったらもう縦横無尽に行けるでしょ、うん、それでバイクを、そうバイク中堅時代からずっと使われている。いや、もうそれはもう駆け出しから使ってた。あ、そうなんですね。でその中堅時代はそういったもうマジ本当に忙しいですね。間にジム行ってっていう、もう一日で動きっぱなしっていう。そう中堅時代のスケジュールっていうので結構本当と、中堅である後期ね、後期、うん、そのピークの時っていうのはその今の中堅のお話のもっとお忙しいっていう。そうだから現場まず3つあるっていうのが当たり前で、はい、でその間に、イベント行ったり取材受けたりしてたから、はい、執筆活動とかもされてますね。うん、でその間に執筆とかしてて、すごいなっていう感じ。じゃあ今はどういったスケジュール？今は、はい、今ちょっと若干まあゆっくりしてるから、まあ、8時9時に起きて、はい、で朝ごはんとか軽い運動をして、はい、お昼ぐらいから仕事を一つ、要するに AV の現場1個しか1日やらなくなったから、はい、AV の現場1個やって、はい、で取材でジム行って、夜はね会食が多くなったから、うん、夜会食で23時ぐらいから自分の時間がつって読書とかさ、テレビ見て1時2時寝るっていう感じ。そ
しみけんさんはフリーランスとして今やなんですか。うん、そうですね。じゃあ株式会社。あ、いや、一応法人化してる。あ、そうなんですね。法人化はしてる。じゃあ社長兼フリーランスみたいな。まあ、そうそうそう。あ、そうなんですね。多分一緒だと思うよ。今代表取締役でしょ。はい。俺は合同会社だから代表社員って形になるけど。なるほど。まあ、親父がいて、はい、まあ、給料出してるって感じ。あ、そうなんですね。今じゃあ結構、まあ、お忙しいっていうよりは1日1現場ってことで、この後もあるってことですか。今日は、16時半からかな。あ、16時半から、ね、本当に貴重なお時間を。じゃあ結構勉強もされつつ、その現場でも働きつつっていう。いや、だから今すごく楽しいですよ。そうなんですね、はい、まあそうですね。今39でしょ、はい、まあ、まあ、昔から夏休みみたいな人生だったけど、まあ今は一番楽しいかもしれない。そうですよね。やアクセクしてる時も楽しかったけど、今は今の楽しさだからね。確かに。しみけんさんの今一番楽しいことっていうのは、もういろいろ楽しいことがあると思うんですけど、一番は現場なんですかね、やっぱり。一番は、筋トレしてる時か読書してる時じゃない。あとね、各ジャンルのそのオーソリティの人たちとお話ししてる時とか、会食の時とか。そうで、そのしかも会食してる人が何かの分野で1位になった人で、その人の見てる世界を顔見れますけどね。なるほど。確かになんか共通したものはすごくありますよね。なんか一流の方々って、しみけんさんもそうですし。そうだね。成功してる人たちを見ると必ず言う言葉があって、はい、それはね、運が良かったって、うん、でも運が良かったって言うけど、はい、全員に同じだけの運がぶら下がってんのよ。それをチャンスだと思って掴めるか掴めないかなんだなと思ったのは、だから成功者はぶら下がってる運に飛びついてもがいてそれを手繰り寄せた人たちなんだけど、世の中に不平不満を言ってる人たちはその運っていうそのチャンスをね、こう見過ごしてるとか、やっぱダッシュが遅いとか、そういうところなんだよね。なるほど。めちゃめちゃいい話ですね。おお、そう思うんですよ。やっぱり いっぱいあります、そういう共通項っていうのは。そうですね。確かにそれはありますね。だ、謙虚だなっていうのは皆さん。ああ、うん、そうだね。じゃない人もいるけども、じゃない人の中でも優しさがあったりするから、うんうん、確かに運は誰にでもあって、あ、それを掴むのは自分次第だっていう。本当にそう。で、もう全員言えるのが行動力早いの、はい、もう二の足踏まない。みんななんかさ、あ、じゃあやりますって言っといて、ちょっとね、やりますっていう人はもうやんないんだよね。明日あげるって言ったじゃん、はい、やっぱああいうそのスピード、熱意とスピードはすごい比例するから。ありがとうございます。そうそう、それはすごいなと、うん、ということで、はい、そのめちゃくちゃ多分今もお忙しいというか、でも今は割とバランスが取れた。バランス取れてます、はい。じゃあ今後としてもその今の生活を続けていくっていう、まあ、生涯現役っていうのもさっきお話しいただいたんですけど、はい、1日1現場をこなしつつっていう。じゃあもうオフが勉強みたいな感じですよね。オフというか、もう全部が日々勉強だから。あ、はい、そのオフの日とか休みの日とかいう概念はあんまりないですね。あ、ないですね。毎日、まあ、なんか楽しんでるだけで遊んでるみたいな、うん、じゃあ疲れたっていう時とかはあんまりない。いや、あるあるある。1日1現場でも疲れる時ある。あの激ピストンものとかね、うん、すげえ大変。確かにめちゃくちゃ大変な激ピストンものっていうのは。だからいやいやもうパパパパ。ああ、なるほどなるほど。もうそれもちょっと若い方に回してよと思うよね。20代30代前半ぐらいの絡みのあり方と、うん、30後半の絡みのあり方ってまたちょっと変化してくるからな。おかしいでしょ、なんか年配者の、うん、例えば芸人さんが若手みたいなのに、はい、生たまにはいいだろうけど。そうですね、働き方ってその年齢変わってくるから確かに、うん、しかもめっちゃ希少な、あの、なんていうんですか、AV 男優の方が少ないっていうことで、うん、重宝というか、うんうん、まあ新しいの入ってきてますけどね。あ、そうなんですね。まあ育ってる育ってる、まあ、ピラミッド式になってるみたいな感じ。そう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 、芸人さんみたいな感じ、うん、まあピラミッドになってますけども育ってるから。なるほど。今後のその生活をなんか5年後とかにお聞きできたら嬉しいなって思います、はい、ということで貴重な、ありがとうございましたということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。